鳥山石炎、百鬼連れ連れ袋より、五徳猫五徳猫は、鳥山石炎の百鬼連れ連れ袋にある日本の妖怪。日本の尻尾を持つ猫が、五徳を冠のように頭にいただき、皮膚けを持って、色ろで火を起こしている姿で描かれている。石炎による解説には、七徳の舞を二つ忘れて、五徳の感謝と一種試しもあればこの猫も、 いかなることをか忘れけんと夢の中に思いぬとあり、品の全事業長が引き合いに出されている。つれずれ草には、雪長は本来は、学識ある人物だったが、仏曲、七徳の前のうちの二つの徳を忘れたことから、五徳の家者とあだなされたという話が記されている。これは、器物の五徳と五徳の家者と,との語呂合わせを石円がして解説したもので、あると見られている。 室町時代の百鬼夜行絵巻にも同様に五徳を頭に乗せた姿の妖怪が描かれており、五徳猫はこの妖怪の姿をモデルにして石炎が創作して描いたものであると考えられている。昭和、平成以降の妖怪に関する書籍では、いろりのそばで自分で火を起こす妖怪という解説も見られるが、これは石炎の描いた図から後年創造されたことに過ぎないと考えられている。 ありがとうございます。